中作民は中華民国、中華人民共和国の銀行家、実業家、政治家。主に中国北方の銀行会で活動した人物で中華人民共和国でも銀行会の養殖を務めた。救名は維新。15歳で東文学堂に入学する。1902年秋に関東省へ移り、関東工学に入った。1906年に、 日本へ留学し、京都の旧西第三高等学校で学ぶ。修行後に帰国し、1908年秋、南京法制学堂で翻訳を務めた。1912年、南京に成立した中華民国臨時政府において、財政部、倉造市市長に任命される。1915年、交通銀行計画課主任となり、間もなく、同銀行の武庫文庫経理も兼任した。 1917年5月、金城銀行総経理となった。翌年、安福国会で参議院議員となる。その後も財政調査会委員、警視総省会会長、暗黒軍財政討論会委員などを歴任している。1928年、張作林が国民革命軍による北伐の前に敗れ、北京から逃亡すると、中作民は、 臨時治安維持会の会員として、前後処理に当たった。1931年5月、国民会議に参加し、主席団の構成員となった。同年、国民政府の全国経済委員会委員と、財政委員会委員、さらに行政委員中平ら政務整理委員会委員を、兼任している。翌年、東北政務委員会委員となり、1935年には、 被殺政務委員会委員となった。1937年の日中戦争勃発後は、農産調整委員会主任委員に起用される。11月、上海疎開に移り、日本軍に占領された地域での金城銀行を核、分校の指揮を取った。1941年12月、香港が陥落した際に、同地に滞在していた周作民は、日本軍に捕虜とされた。 翌年3月、上海に送り戻され、以後、王朝明政権で、全国経済委員会委員や全国商業、統制総会幹事に任命されたが、実際には就任していない。戦後の1948年5月、香港に移住した。その後、中作民は中華人民共和国の政権に参加した。1951年6月、中国人民。 政治協商会議全国委員会委員に任ぜられ、9月には、講師合盟、北五行連合東古都会当事長に起用された。翌年12月には、60銀行の講師合盟連合、東古都会が成立し、州は副当事長となっている。1955年、去年72、ありがとうございます。